PM ズーのサロン喫茶スビ。TY1963 ムーン SI スタジオからお送りします。 PM10 のサロン喫茶シュビ、メインパーソナリティのシュビです。毎週土曜日夜10時から放送しています。この番組は私シュビの何気ない日常を、最新の情報を、そして皆様とのトークをお届けしていく番組です。いらっしゃいませ。今週もサロン喫茶でぼーっと聞いていってください。4月1日。4月に入りました。春ですね。寒い季節も終わってと言いたいところですけど、去年は5月ぐらいまでなんか寒かったような気がするんで、まだまだ安心かなと思います。個人的には。暑くならないかなと、まあ、その狭間、ちょうど中間のいい季節になるんじゃないかなと思っています。はい、それではここで、早速ちょっと報告をさせていただきたいなと思います。前々からツイッターとかでそろそろ報告ができる日が近づいてきたとか、なんかそんな匂わせツイートを、していたのですが、4月に入り、やっぱり、まあ、ここかなと。3月ではない。4月に入って、何か新しい気持ちで報告ができるんじゃないかなと思い、今、させていただきます。私、守備。5月から、ニューヨークに移住します。嘘です。すいません。嘘です。そう。今日は4月1日だよ。エイプリルフール。皆様、素敵なジョークをついていただきたいなと思います。はい。気を取り直して、PM10 のサロン喫茶、土曜日4月1日、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、エイプリルフールと、言いましたが、実はどんなことというのはなかなかぼやけて覚えていたような、子供の頃から4月1日は嘘をついていいんだよと、なんか、あ、そうなんだ、でもなんで、そこら辺を深く、調べたことがなかったので、と、これは、去年も調べたような気もするんですが、もう一度振り返りながら話していきたいと思います。エイプリルフール、は、4月1日だけは罪のない嘘やいたずらで笑わせてもいいという習慣のこと。日本では嘘をついてもいい日と言われるんですが、海外ではちょっとニュアンスが違って、嘘というよりは、ジョーク、冗談。冗談を言ってもいいよという。嘘というと結構罪感が重いので、もうちょっとフランクに、その日だけはジョークを仕掛けて、みんなで楽しむ日。それがエイプリルフールというものです。というものみたいです。エイプリルフールが始まった由来、諸説あるそうですね。4つほど。3世紀まで遡るインドの春祭りにいたずらをし合う習慣があり、それがヨーロッパに伝わったという説。古代ペルシャ発祥で今も行われているシズダベダールというお祭りが原型という説。嘘の13日目といって、春分から数えて13日目である4月1日前後にいたずらをする習慣があったそうです。なんかこれは真実味が高いな。3つ目、
1564年にフランスで新年の始まりを1月1日とするという改暦があったとき、それに反対した人たちが旧暦のままの4月1日を祝ったのが始まりという説。面白おかしな偽の贈り物をし合ったのが原型だとか。なんかこれはよくわからないな。そして最後、4つ目、17世紀にイギリスで行われていたオークアップルデーが起源という説。この日は午前中だけは多くの小枝を身につけねばならず、身につけていないと卵を投げられたり、細かいトゲのあるイラクサで叩かれたのだとか。これもあんまり嘘とは関係ないような気がしますね。ですが、まあこの世界中では嘘というその存在がある一定の期間限定では許される、それを使って逆にお祭りをする文化に利用していることが多いみたいですね。日本にはエイプリルフールがいつからあるのか。日本には大正時代に欧米から伝わった。嘘は午前中だけ、午後にネタバラシという風習もあるみたいです。このルールはイギリス圏に、イギリス圏じゃないか、英語圏。そっちの方に特有の習慣。嘘は正午までと決められていて、午後に嘘をつくと逆にエイプリルフールと愚か者扱いにされてしまう。へえ。というエイプリルフールとはどんなものなのか、それをあるサイトをまるまる読ませていただきました。最近はこの4月1日になっても、まあ企業とかはちょっとした嘘のツイートを流したり、そういうものはありますけど、一般の方々が嘘をつくっていうことは少なくなったんじゃないかなと思います。5年前ぐらいまではツイッターでもよく嘘が流れて、本当って信じてしまうことがありましたね。その中でも昨日しれっとこそっと発表されたアユニ D さんがこの4月からイクスワイズというグループに電撃加入をしますと、しかもそのミュージックビデオももう撮って YouTube で流していますっていうツイートが流れてきました。まあ BiSH が解散するということも決まっていますし、その解散後のセカンドキャリアとして XYZ に、しかも本日4月1日に東京 ZEP 羽田で行われるライブにも参加されていました。もうこれがこれが本当なのか、ただこの1日だけの限定エイプリルフール電撃加入だったのか、明日また確認してみたいと思います。結果がどちらにせよ、私はアユニ D さんを応援しています。PM10 のサロン喫茶守備。この間買い物に行って、カゴに商品を入れていって、普通にレジに出してお会計をしていた時に、財布の中から2000円を出して、渡したんですね。そしたらその時に千円札と一緒についてきたある写真が目に留まりまして、縦4センチぐらい、横1センチぐらい、本当に小さい写真、プリクラなんですけど、店員さんがお釣りを渡してくるその声にも気づかないくらいじっくりちょっとそれを見てしまいまして、
すいませんと。なんか、本当に懐かしくて。その写真は、守備が高校時代に、パワーリフティング部という部活に入っていまして、重量上げなんですけど、ウェイトリフティングとは別の、また種目でして、その当時、1年生、これからこの部活、この一緒の仲間で同じスポーツを頑張っていくんだという、その頃の1年生パワーリフティング部の同期仲間と撮った、唯一の1枚のその写真をずっと財布に、高校卒業というかそのプリクラを撮った日からずっと大切に持っていました。今も持っています。自分は1年でその部活を辞めたわけではないんですが、まあ幽霊部員といいますか、何か集まりがある時だけは来て話を聞いて、それでも部活自体は大会とかには出ないし、練習とかも行かないしみたいな、結局自分は1年で実質辞めてしまったんですね。それでも3年生になって幽霊部員としてのこのこと集まりだけには来る、そんな自分を普通に接してくれた。しかも3年生まで、他のメンバーはその部活を、全うして続けている。そのみんなの強さというものを横目で見ながら、自分は違うことをしていたり、とにかくあのパワーリフティング部でいたあの1年の時のあの時撮ったあの時一緒に遊びに行って唯一撮ったあのプリクラが忘れられず、本当に大切な思い出だなと思って、これはずっと持っています。今皆さんが、どこで何をされているのか全然わからないのですが、たまにちらっと、その存在を見かけたりする時がありまして、 SNS 上でその時には、あ、みんな頑張ってるんだなぁと、とても大切な思い出で、とても大切な仲間です。遠く離れていても、僕聴いていただいた曲は牧原のりゆきさんで遠く遠くでした。
TY19636MoonSI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロン喫茶守備、そろそろエンディングのお時間です。皆様にとって最高の7月になりますようにとは言いません。大変なことしかないと思います。何が起こるかわからないという、そんなこの世界で小さな幸せを見つけつつ、危機感も持ちつつ、それでも普通のなんてことのない生活を皆様が送れることを祈っています。そして自分にもそんな生活が、来ますように、何かいいことありますように、ただそれだけですね。はい、PM10 のサロン喫茶では質問や悩み相談、雑談など普通のお便り、スピスピメッセージ、そして憧れメッセージ、随時コーナーメッセージ募集しております。ラジオネームを添えてメールまたはツイッターメッセージ、 YouTube コメント、 YouTube コミュニティ投稿でお待ちしています。メールの送り先は subi10@gmail.com 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 です。その他詳しくはツイッターをご覧ください。ここまでの時間は守備がお送りしました。バイビッシュ。